もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今、俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえなら、あくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前、エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがねえ。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店の者に話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。サッチャーの店ってクリスマスとかハロウィンってイベントやんの？そりゃやるわよ。そういう行事は大事にしなきゃ。楽しみにしてるスタッフも結構いるのよ、コスプレとか。へえ、割とみんなノリノリなのか。あ、サンタ服とかいいよな。俺もガキの頃サンタの格好して年少組の枕元にプレゼントを置く係だったな。今思えばあれもコスプレなのか。子供時代の桐生さんがサンタ服ってちょっと見てみたい。写真とかないんですか？誰か撮ってたような気もしたが、さすがに残ってねえだろう。私だ。探し物を頼めるか。あ、極秘任務で。ソンヒ、コミジュルのエージェントに電話しないで。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ、どういうことなんだ。来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ。伊達さんの連れなんだろ。さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ。あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに。たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんでよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。
どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。だってさ、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ。やっぱり会わずにいた方が良かったか。死ぬまでにやりてえことには入らねえか。太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしているけど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥かや春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大輝のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください。暴力はダメですって。おい、よせバカ。お前が出てったら大輝にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよありゃ。大輝のやつできすぎだろう。ああ本当だな。さあ行くかよお前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あー、大ちゃん大丈夫？しっかりして、ちょっと。お客様しっかり。なんてことを、
警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ。出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、離せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。いい度胸だ。かかってきやがる。私の番。やる気あるぞ。怖いの。やるね。仕留める。頑張りますか。臆病なのかな。目覚まりだ。さっさと来い。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。私の番。ほら来いよ。来ないのか。どうした。ほれほれ、やる気あるの。容赦しない。はっ、行くぜ。見とれないでよね。ひでえな、おりゃもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。そうか。お客さん。消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまね。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そうか、俺酔っ払いに殴られて。あの後誰か来ませんでした。誰かって。もしかして桐生のことか。お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。うん、
それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大道実派が黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。
違う。キリュウさん、相手にならねえな。まだ強くなれるとはな。悪くない気分だぜ。ありがとう。何見てんだよ。
わかった。任せろ。もしもし。孫飛だ、桐生さん。どうやら私たちは清流会に一杯食わされたみたいだよ。は？何の話だ。今そちらに動画の URL を送った。さっきタテラチャンネルって人気の VTuber が公開したものだ。動画？広島で撃たれてお亡くなりになりましたと思いきや、この映像は数日前にハワイで撮影されたものです。映っているこちらの人物なんですけど、ほらこれ、さっきの桐生一馬に似てませんか？というかそっくりですよね。では映像の続きを見てみましょう。久しぶりだな、春日。え、キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ。聞きました。相手の男がキリュウさんって呼びましたよね。彼は間違いなくキリュウカズマです。生きていたんですよ。で、今の映像にもう一つすごい事実が隠されてたんですけど、気づいた人いますか？久しぶりだな、カズカ。はい、これ皆さん覚えてます？以前当チャンネルでその闇を暴いた春日一番、偽りの浜の英雄です。死んだはずの伝説が生きていたと思ったら一緒にいるのが春日一番？なんで？どういうこと？というわけで今回はゲストをお呼びして解説していただきます。裏社会に詳しい、というか今最も力のあるヤクザ組織のお二人です。どうぞ。こちらは清流会という団体の偉い人です。本日はよろしくお願いします。早速ですが、映像に映っていた桐生一馬をどう思われますか？本人で間違いありません。実は昨日彼は私どもの事務所を訪ねてきたんです。つまり桐生一馬の死はでっち上げだった。おそらくは警察の一部も捏造に加担していたと考えられます。警察は桐生の死を偽装したと。そんなことが可能なんですか？桐生一馬は東条会の元四代目で、共に解散した近江連合の渡瀬会長とも実婚の仲でした。長年日本の裏社会を牛耳ってきた仲間たちの支えがあったはずです。さらにそこへ大道寺実の残した政財界にまたがる影の一派が加わります。彼らが警察に圧力をかければ不可能ではなかったということでしょう。そして昨日撮影された映像があります。また桐生一馬、向かい合って座っているのはもしかして？ええ、私たち二人です。この映像はどういう状況だったんでしょう？桐生一馬は
ハワイの映像にもあったように春日一番の黒幕といえる人物です。自分の死を偽装してまで姿を隠してきた彼が再び現れた。その目的として考えられるのはおそらく東城会の復活です。だからかつての東城会本部を買い取った我々に対し建物を明け渡すよう恫喝を。それがこの映像が撮影された際の状況です。お二人ともよくぞご無事で。そんな桐生一馬を警察は野放しにするんでしょうか。彼は今も死人として扱われています。警察も手出しできません。だから我々は映像をこちらのチャンネルに提供するしかなかった。なるほど、そういうことだったんですね。貴重な情報ありがとうございます。さて皆さん、タタラチャンネルではさらに桐生一馬を追いたいと思っています。この国家ぐるみの特権階級的ヤクザを追求できるのは真実の持つ力だけです。そして悪名高き東城会の復活は是が非でも阻止しなくてはなりません。皆さんも桐生一馬を見つけたらどしどし情報を送ってくださいね。桐生さん、大変だ。ネットにタタラチャンネルが。もう知ってるみたいね。孫悲が教えてくれたんだ。大丈夫ですかね、桐生さん。あんたが生きてることをこんな大っぴらになっちゃって。どうだろうな。花輪の反応次第ではあるが、いずれにせよ、俺はもう長くねんだ。大事にはならねえさ。そんな、桐生さん。だが、海老名と沢城には一言礼を言いに行かねえとな。ええ、あいつら一体どういうつもりなんだ。なんだってこんなことを。昨日会いに行ったことが奴らを刺激した。そう考えるのが自然だろうな。ねえ、タタラチャンネルって一番のこともガセネタで叩いたよね。元ヤクザに万引きさせて荒稼ぎしてたとか言って、ちゃんと仕事でやってたことを悪意たっぷりにねじ曲げてさ。ん？あのチャンネルってさ、普段は大手メディアが切り込めない悪を切るって言って、真っ当なスクープで勝負してるみたいなの。なのになんで一番と桐生さんの時だけこんな事実無根の捏造ネタに走るわけ？さあ、そんなこと言われてもよ。それにタタラチャンネルは海老名たちとどういう関係？現役のヤクザを顔出しで出演させるなんてさ。桐生さんの映像なんて昨日撮られたばっかなんだよ。いくらなんでも動き早すぎない？さすが、いいところに目をつけるね、サイコ。孫悲、お前もしかして走ってきたのか？状況が状況だからな。私の話はどうでもいいだろう。まだ確証はないが、海老名たちとタタラは最初からつながっていた可能性が高い。最初から？いつからってことだ？少なくともあなた方が奴らの名前を知る前からだ。なんでそこまで言い切れるんだよ。出なきゃ海老名たちは晒す必要のない顔を一階の配信者のために出すかも。ん？清流会を束ねる立場で普通はそんなことしない。リスクでしかないからな。だが奴はそれをした。だから今後起こりうるのは海老名たちが自分の情報発信にタタラを使うってことだ。登録者数500万人の発信力を利用してな。そして私はさらにこんな見方もできると考えている。これまでのタタラチャンネルの大半の情報源は海老名だったんじゃないかとな。それって海老名がいろんなネタをタタラチャンネルのために提供してきたってこと？何かそう思う根拠があるのか、孫悲。海老名の経歴だ。
あいつはもともと警察庁のエリート官僚だった。そうだったの？それがヤクザに転身なんて随分な方向転換だね。何があったんだろう。その辺の経緯は不明だ。特に不祥事を起こしたという情報もない。ただその経歴を考えるに、大手メディアで大っぴらにできなかったネタはいくらでも持っているだろう。それだけじゃ苦しくねえか。確証はないと言ったはずだよ。あ、ちょっと待てよ。そういや一番のやつはたたらに悪評を立てられて、そのすぐ後沢城からハワイへ行くように言われたんだ。つまり？いや、もし何事もなくそれまで通り元棒に仕事の斡旋を続けていられたら、それでも一番はハワイに行ってたのかなって。沢城は春日をハワイへ行かせたかった。そこへ都合よくタタラチャンネルが春日を告発して踏ん切りつけさせたってことか。ええ、一番は結局沢城たちのいいように動かされてたのかもしれません。こうなると昨日あいつらがパレカナの本性を知らねえっつってたのも怪しいもんです。エビナと沢城に何もかも仕組まれていたとしたら、これから何が起きる。さあな、そいつはまだ分からねえ。じゃあまたエビナたちと話しに行く。そうしたいのは山々だが、昨日とはわけが違うぞ。下手をすればあそこにいた全清流会を相手することになる。あんな動画をネットに出した以上、向こうはもう臨戦態勢だ。桐生さんも本調子でない今、全面戦争は避けるべきだろうな。情けねえ話だが、孫妃の言ってることは正しい。ならこういうのはどうです。清流会は新事務所ができた分、偉人庁本部の方は手薄になってるはずでしょう。だからまずそっちを当たってみるんです。誰か話のできる幹部連中が残ってるかもしれませんよ。なるほど、それなら悪くないな。ああ、行ってみるか。ここですよ、桐生さん。清流会の本部です。はい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 、お待ちしていましたよ。こちらは万力ジャーナルです。なんだこいつら。皆さんご覧ください、伝説の極道が今私たちの目の前に立っています。タタラチャンネルの告発で話題沸騰、桐生一馬氏です。ああなるほど、再生数目当てのハイエナだ。取材させてくださいよ桐生さん。すごいっすね、自分死んだことにしてこそこそ隠れてきたわけでしょ。それが明るみに出て今どんな気持ちですか。ほら一言、早く早く。邪魔だ。あっ、いってえ、骨が折れたわ。なんなのこの茶番は。当たり屋か。皆さん見ましたか、この凶暴性。これが桐生一馬という伝説の。ガキの遊びに付き合ってる気分じゃねえんだ。とっとと失せろ。本当に病人なのこの人。おい、ざっけんだよ。マジか、骨が折れたじゃねえか。全部取ってやるぞ。ほう、思ったより根性があるじゃないか。お前ら何やってんだ。行け、俺が取ってるからよ。タイトルはな、伝説のヤクザ桐生一馬と戦ったらめっちゃ弱かっただ。こいつどの口で言ってんだか。お仲間たちはビビって動けなくなってるみたいだけど、
大丈夫だ、話はついてるからよ。こっちに来ることはエビナにはお見通しだったか。ガセネタの配信といい、このお出迎えといい、もう敵意むき出しだね。これが青龍会からの宣戦布告ってとこだろうな。ならどうする、キリュウさん。決まってる。売られた喧嘩は買うまでだ。行くぞ。その寝つきが気に入らねえ。覚悟してよね。私の番だ。恥かいて知らないから。脇が甘いな。食材を出番が来たな。おれおれやろうぜ。気合いやれ。遊んでほらほら見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。俺の番か。任せて。どうしよっかな。やる。頑張りますか。行くぞ。私の番。仕留める。相手してやる。俺の番か。寝てるわ。バカバカだ。度胸だけは買ってやるよ。悪くない気分だぜ。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。見とれないでよね。さっき青龍会の奴らと話がついてるって言っていたな。あらどういう意味だ。いや、その早く答えろ。出なきゃ折れた船俺が乗せ。治る保証はねえけどな。たたらチャンネルから DM が来たんです。キリュウさんがその青龍会の本部に来るはずだって。組の人が守ってくれるから挑発して動画を撮れと。孫妃の予想通りだね。タタラチャンネルとエビナたちはつながってた。はあ、沢城もグルだ。春日がハワイへ行かされたのも何か理由があって仕組まれた。どんな理由。ハワイの状況を聞いてみる。こういう時のために連絡要員がいる。連絡要員？多分花輪さんって人だ。大道寺一派の人でよ。繋がらないのか。ハワイは今夜中ですかね。みんな寝てんのかも。